ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドクトレーナー瀬形です。乾杯。今回はまたいいことがありました。この動画の視聴者の方からプレゼント届きました。ありがとうございます。早速開封していこうと思います。アリーさんよかったね。おアリーさんも興味津々やね。アリーさん多分ね、多分違う、多分おもちゃじゃないやつをそれかじろうとしてるから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ね、皆さんね、私のチャンネルご覧いただいてるとわかるんやけれども、アレイさん普段はね、お利口さんとかよく言うことよく聞いてるっていう風に見られがちやけれども、そればかりだけじゃない。こうやって新しいものにやっぱり興味津々やし、かじったらあかんものはかじろうとする。それをどうにかしていく、まあどうにかするって言ったら、今はかじらせないようにするよね。で、かじらせないようにすると、アレイさんもちょっと今空気読んで、あれなんか違う今度掘り出しちゃったよここで使えるのがしつけなわけよ。普段からどれだけ内容の濃い練習ができているかっていうのが問題ね。お座り一つとってもそう。どんな状況、難しい状況、自分のね、アレイさん自身の欲望が出ている状況でもお座りしましょうねっていうのが、普段の練習からできていると、こういう時にも、我慢する時にも使えるわけよ。例えばインターホンとか吠えるとかでもそういう時ね。アレイさん、実は、はい、あれ実。ね、実よ。キッズ、ほらすごいのいっぱい入ってる。こういう風に深い練習を普段日常からできてると、しっかりとアレイさんがね、お座りをして待てるわけ。これをね、送っていただいたのは S さんです。 S さんいつもありがとうございます。クッション材として前回はプチプチが入ってたんやけれども、今回はそれじゃなくて使えるものを入れていただいたっていうことで、私の大好きなスヌーピー、どれだけ好きかって言ったら、これはね、着てるの、これスヌーピーのシャツなんやけどね。今年がね、2021年がスヌーピー生誕の、何十周年記念会に当たるらしいんよ。それでね、スヌーピーのこういうシャツが売ってたりだとか、ゾフっていうメガネブランドでスヌーピーとコラボレーションした商品、メガネやね、販売してる。今私もね、買って9月22日に取りに行く予定。もう そういうのはいいか。アリちゃん、これ違います。じゃあまず入ってるの、スヌーピーのスポンジ、食器用スポンジやな。使うのもったいないね。食器用スポンジってこう、使っていくとへたっていくしさ、汚れていくやんか。なんかこれ置いとこうかな。まあ、とりあえずスポンジ4つ。すごい、多分これね、焦げ取り用のブラシかな。それで焦げ付きを落とすようなブラシ。かわいいな。キラキラ光ってるしね、いいね。アレイさんがもう確実におもちゃやと思って狙ってるね。アレイさんが私のは私のはって言ってはる。そして、おぉ、あー、入れ物まですごいスヌーピーで入れてくださってる。ヒノキをこういう風な形にかたどったもの。ヒノキといえば日本では古くからヒノキ風呂って呼ばれるようなお風呂あるよね。そうやってお風呂の中に入れたりだとか、まあ日頃例えばね、ここの匂いが気になる、アレイさんの匂いが気になるじゃないけれども、私も加齢臭が気になるもあるけれども、まあ人の匂いが気になるなら、ここにこういうふうに置いておくとか、まあここに置いておいたらちょっとね、えらいみすぼらしいから、ちょっとこれね、なんか上手に綺麗にインテリアとして置いておくとか。アレイさん、これおもちゃじゃないですよ。なんかかじって楽しめるおもちゃと思ってるでしょまあ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 、贅沢やけど、いるのかもおもちゃとしても使えるのかな。でもちょっと飲み込むかもしれないから、ちょっと怖いよね。そのヒノキボールが2袋。そして、あ、スプレー式のボトル。スプレー式のボトル。なんだろうこれ。同じボトルが2つ入ってる。ヒノキのミスト。ね、これプシュプシュってすると、ヒノキの成分の入ったミストが噴出されるっていうスプレーなんやろうね。これ、例えで言っていいのかな？なんか申し訳ないけど、恐ろしく素晴らしいリセッシュみたいな。そんな感じやと思う。多分ね、物が全然違うから比べるなよって思いはるかもしれへんけど、多分そんな感じやと思う。消臭とか除菌とか。うん、そうやね。消臭、除菌、森林浴って書いてある。こういうソファーとか、床のカーペットであるだとか、車。やっぱ車運転してると、シートに背中預けるもんやから、背中どうしても汗ばんだりだとか、夏の暑い時期やったら、汗かいてベチャーってしたのが背中にベタってくっついて、シートはちょっとね、かぐわしい香り、ね、香ばしい香りを漂わせるから、それについてすごくいいと思う。私早速これ車に使いたい。車って洗えないもんやし、まあ掃除はできてもやっぱり匂い気になるもんやから、ちょっとこれは車用にすごい使わせていただこうと思う。すごいね、なんか結構重たい。これ3キロ、4キロぐらいある。お！ちょっとアレイさんが落ち着くの待とうか。別に犬自身ね、楽しいものが入ってなくてもいいのよ。こうやって犬自身がボールとかおもちゃとか犬用フードとかじゃなくても、こうやってアレイさんが楽しそうにしてるよね。なんかもうウキウキしてるよねたとえ自分自身、アレイさん自身のものじゃなくても、こういう風に一緒に楽しめるっていうのは、犬と生活する上においてすごく大事なことやと思ってる。それにしてもすごいね
何をそんなに嬉しいんやろうね、私にはわからない。まあ、多分自分のもんだ、それ取るなって。おそらく自分のもんやと思ってすごいはしゃいではんねやろうけど、もう、何もわからないよね、これ。これ見てわかるよね。どれが犬用のものとか、何が楽しいのって思うよね。でも犬からすればそれだけ楽しいもんなんやろうね。ちょっとボトルスプレーの感じやけど、なんじゃろうね、アレイさん。開けてくれんの？はい、開けて。開けて、これ。開けてして。開けてして、これ。開けてしては、アレイさん。開けないな。諦めはったわ。あー、すごいね。愛犬愛猫用のオメガ3オイルってやつ。以前私も動画化したんやけれども、犬の健康、老化、アルツハイマーね、そういった体の機能に関してオメガ3、DHA であるだとか、EPA であるだとか、そういうものが人も犬も体に有用ですよ、それをちゃんと取りましょうねっていう動画を作ったんやけれども、それ専用のオイルやね。こんなんあるんやね。ドッグフードや犬の食事にプッシュしてから振りかけて食べてもらうようなものやね。ちなみに販売者はね、大阪の手塚山ってところやから、大阪の手塚山ご存知の方は知ってると思うけど、結構いいところの地域やね。ええところから来はったわ。ありがたいね、アレイさんのロータスのフード。私はお散歩バッグの中におやつとしてフードを忍ばせてる。アレイさんがうんちした時に、うんちした後におやつ、うんちした後におやつとか、まあフードなんやけどね。そういうのあげてるんやけども、その時とか、訓練の時とか、アレイさんとね、楽しめる時にこれ、使っていこうと思う。種類としてはこれがベニソン、鹿やね、そしてラム、羊、サーディン、イワシ、ダック、アヒル、この4種類のフードやね。アレイさんよかったね、今まで YouTube 頑張ったかいあったんじゃないの。そしてお肉の缶詰、上からウサギ、七面鳥、そしてドイツ、なんだドイツって。トラウト、ドイツのトラウトって魚やね、お魚。うわぁ、こんなん見たことないんちゃう、アレイさん。てか、絶対見たことない。私が開けてないから。すごい高級な缶詰じゃないの、これ。まだ入ってる。これ、ビスケット2種類。こっちがチーズ。こっちがサーモン。すっごいね、アレイさん。いっぱいおやつ入ってるよ、これ。後でちょっと食べようね。そしてもう一丁、スヌーピー。なんだろう、これ。これは軽いけど。なんか柔らかいスポンジみたいなのが入ってはる。なんだろう。これ、あ、すごい、アレイさん出てきた。すごい。こうやってね、文字もアレイさんって入ってるし、こんな愛犬家の人からするとめちゃめちゃ欲しいんちゃうかな。これはね、アレイさんは嬉しくない。嬉しくないっていうか、アレイさんにとってはなんやねんってなるんやけど、私にとったらもうこれ一生の宝物やね。ラスト1、ハンプティ・ダンプティ。不思議の国のアリスのハンプティ・ダンプティっていうキャラクターなんやね。でん。あ、よかった。ちょっとアレイさんに嫉妬した。あれは人間用の生ハムです。よかった。アレイさん生ハム食えるんやったらこれ私も食べようと思ったぐらい今ね、すごい嫉妬した。カツオ節みたいな感覚でおにぎりに使ったりだとか、パスタに使ったりだとか、チーズとあえてオードブルに使ったりだとか、サラダに入れたり、いくらでも使い道のある美味しい食べ物やね。ベン。わかったわかった。こっちの方は私だ。私への差し入れだ。まあ、チョコレートって書いてありますから、これは私がいただくね、アレイさん。ごめんね。チョコレートはいただくよ。私こういう甘いもの、もう甘いものほんと好きなの。さあ、すごいね、ポテトスティック。まあ、じゃがりこ。ああ、もうなんか、例えが悪いけどね。形としてはじゃがりこのような形をしてて、照り焼きバーガー味のポテトスティック。すごいね、こんなんあるんやね。よー知ってはるわ。そしてこれは、やみつき4種類の燻製チップ。これも美味しそうやね。もう、今、お酒飲んでるからすっごく合いそう。わー、最後に入ってたのは、蜂蜜の紅茶と、ミントティー。すごいね。蜂蜜入りのミントティー。蜂蜜とミント。ね、甘いのとスッキリしてるの合わさったらどうなるんやろうっていう。なんか塩パンじゃないけど、この甘いのとしょっぱいの、あったかいのと熱いの、ワッフルとアイスみたいな。そんな美味しさなんかな。うわぁ、さんほら、これも美味しいやね。いっぱいいただいたね、アレイさん。というわけで、今回はね、動画のご視聴の S さんからいただいたこちらの数々の品。本当にありがとうございます。
関西人の人やったら、これがいくらで、これがいくらで、これがいくらで、おお、あの人いくらもらったんやとか、そんな計算しがちやけど、今回はそういうのなしにしようね。やっぱり贈り物、プレゼントっていうのはさ、その人がどんなことをしてくれたのかなっていうのは私はすごく価値があると思ってる。もちろんね、それは私の価値観なんやけれども、人によっちゃ10万よりも100万、100万よりも1000万っていう人ももちろんいると思うし、まあそれはもちろんわかるけども、やっぱりこう私の好みを知ってくださってるだとか、アレイさんへの気遣いがこういうふうにあるだとか、ね、その人ができること、まああまり詳しくは言わないけれども、その人ができることをいろいろとね、してくださってるだとか、そういったことを私は本当に感謝してるし、ありがたいと思ってるし、すっごく嬉しい。普通、贈り物って言ったら一種類であるだとか、まあ詰め合わせだとか、そういうもので済ませがちやけれども、やっぱりね、こうやってスポンジであるだとか、アレイさんのものであるとか、私への食べ物であるだとか、一点物の品であるだとか、ものすごくいろんなことに、気がつくような方やと思ってる。私は人間の専門家じゃないから言えることじゃないけれども、普通はねやっぱりその人はどうありたいかっていうのはある程度決まってて、例えばアレイさんへのプレゼントを渡してあげたいだとか、私へのプレゼントをあげたいだとか、そういうものにねどっちかに偏りがちなんやけど、この方っていうのはものすごくいろいろなところに考えを向けてくださってるっていうのがすごく伝わるね。まあなんだかんだ私が偉そうに言っても面白くないから、アレイさんに早速お渡ししたいと思う。アレイさん食べようね。これはチーズ、あ違った、サーモンやった、サーモンのビスケット。アレイさんビスケットやって、しかもほら見てこれ、わかる、ハートやで。アレイ、あ私が持ってた、わかりにくいね、ハート、ほらこのハート型。アレイさんそっちじゃなくてこっちです、どうぞ。すごいわかってるね、欲しかったんやね。うん、美味しいな、美味しいな、美味しい、美味しい、美味しい。こうやって食べられないものを食べると、やっぱり犬もね、ちょっと不安があったりとか、不審があったりするから、人がね、こうやって、よし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 とか、偉いね、すごいね、とか声かけてあげると、一瞬で食べるよね。あとで掃除しようね。あなた、あなたクッキーボロボロこぼしたね。うまくぐらい食べたく？もうこうやってね、アレイさんのお気に入り具合がわかるよね。もうこのほら、こっちしてみたらわかるよね。ほら、もう真剣。ザ、真剣。よし。そうなん、ボロボロこぼすの後で掃除機かけようね。本当に今回の贈り物プレゼントありがとうございました。皆様のプレゼントもお待ちしてますよ。それでは次回の動画でもお会いしましょう。それじゃあねー、バイバイ。